こんにちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。本日は大谷百合子先生のセミナーの様子をご紹介いたします。大谷百合子先生は京都ノートルダム女子大学を卒業後、吉本興業に入社、そして横山やすしさんなど芸人さんのマネージャーを務め、当時日の当たらなかった若手芸人を次々と売り出し、今もなお伝説の女マネージャーとして知られています。そしてナインティナインなど人気芸人のユニット吉本印天然素材の立ち上げにも関わったことが有名です。それでは大谷先生のセミナーの様子ご覧ください。読ませていただいてるんで、話していきたいなと思うんですけど、やっぱり私が一番伝えたいのは何かって、やっぱり言葉の力、私がやっぱりすっごい大事にしてるものっていうのは、先ほど健康の話とかも出ましたけど、ね、食べたもので体が作られる、聞いた言葉で心が作られる、で自分が話した言葉で未来が作られるっていうのは、私自身はものすごく大事にしてます。だから講師メンバーにはちゃんと心を作る言葉を発してください、ね、もちろんリーダー研修でもそうです。あなたの言葉で人の心が作られるんですよっていうことを言ってるのと、それからやっぱり自分が話した言葉でやっぱり未来が作られていくんですよ。でこの間ね、私は国民民主党の党首の玉木雄一郎さん、よくねテレビにも玉木さんで、ね、最近ちょっとイケメンなんですけども、今日イケメン好きなんです実は彼が大蔵省時代からこんな勉強場で知り合ってるんですよね。彼は1回落ちて4年間浪人生活するんです。その香川県の讃岐、その時に応援とかも行ってて、でこのちょっと話したら、玉木さんがその香川に帰った時にやっぱり経営者からみんなに言われた、何言われたかって、もう大変なのは分かってると、大変なのは分かってると、でも君国民民主党のリーダーだったらプラスのね、なんか俺らが元気になること話してくれとねって言われる。だからやっぱり皆さんに、私はもうすごい今日求めてるのは、皆さんの言葉で人を元気にできる人になってほしいなってね。やっぱりみんななんか元気になりたいんですよね。パワー欲しいって皆さんおっしゃってましたけど、ともう一つは私今日伝えたいことっていうのは、もし皆さんが今変えたい未来があるんだったら、変えたい未来、変えたくない未来があったら別に構わない、変えたい未来があったら、やっぱり今の行動を変えるしかないんですよね。今の行動を変えるしか絶対未来は変わらないんで、まあ、そんなヒントを一つでも二つでもね、持って帰ってもらえたら嬉しいなと思うし、もし私が言った言葉とか言ったノウハウで皆さんが使えるものがあったらね、もうどんどんパクって使っていただいたら嬉しいかなと。だから、ね、皆さん結構私の声にパクリに来る人たくさんいるんですよ。どんどん使っていいですか、どんどん使ってもらったら。でさっきね、ゆかちゃんから私自己肯定感低いんですってすぐ言うんですけども、私皆さん本当に大谷さんいたらパワーがあるとかね、パワーもらえるとか言うんですけど、私めちゃめちゃ自己肯定感が低い人間だったんです。でそれは先ほどね、幼稚園の先生、保育園ね、保育園の子供って言ったけど、やっぱり子供ってね、本当どんなことが聞くかって大きいです。でうちの父親ってやっぱり戦前、私たちの目で戦前の父親ですよね。もうなんか怒って育てろみたいなスーパーね。だからもう褒められるっていうことは全くなく、95点取ってもね、100点取れへんかったこと怒られる、100点取っても当たり前っていうね。でまたうちの父親もややこしいことに大学のね、教先生だったんで、もうスーパーネガティブ言葉しか言わない。うちの母親もまたね、小学校の先生で、また スーパーネガティブしか言えないっていうね。でまたおじいちゃんは元陸軍のね軍人で、またネガティブな言葉しか言わない、ね、唯一ポジティブな言葉を言ったのがおばあちゃんで近江商人の娘っていうね。で分かる人、その戦時中ですから、おじいちゃんが軍人で、でめっちゃ お嬢さんだったんです。近江商人の娘でね、もう本当にお手伝いさんとか何にも抱えてて、でもよくありがちなお兄ちゃんがお父ちゃんの後継ぎで芸者遊びして家潰すというね、よくかつてあるね。でおじいちゃん陸軍少佐と、陸軍なんか大佐かなんか知らんけど、陸軍の偉い人と結婚したけど戦争に負けて、でそこからおしんの世界です、
読み書きそろばんだけできたんで、銀行に勤めて、なんか最初はせんべい売りしてとかっていうね。でもスーパーポジティブのおばあちゃんは、よかった、戦争で負けて私生まれて初めて働いて若い男の子と一緒に働けてみたいなね、そんなね、唯一ポジティブやったのはおばあちゃんだけだったんですけど、まあそんなところで育つとやっぱりどうなるかっていうと、やっぱりできないことばっかり身につく子なんですよね。私はダメだ、私はダメだと思ったんですけど、私の人生まず一番最初変えたのは何だったか、これはもう自分の行動を変えたわけでも何でもないです。本当に今から思ったら運命だったかなと思うのは、うちの父親が小学校2年の時にアメリカで研究する、私はアメリカのダラスっていうところで小学校2年から4年まで過ごしてるんです。あのケネディ大統領の暗殺された、でこれ多分ですね、ニューヨークとかだったら私の人生また変わったの。ところね、アメリカのダラスってどういうとこかっていうとね、あのテキサス州っていうね、多分皆さんあんまり想像できない、もうメキシコとの接点ね、あの映画なんか見てるとね、あのビッグベンの川を越えてメキシコの移民がやってくるみたいなね、本当にそんな場所で、クラスメートはなんかもう怪しい、きっと今から思ったら国境越えしてきたようなね、あのメキシカンのメンバーやったりね、スペイン人の血が混じってるんだっていうね、友達から、で先生はもう本当に綺麗な白人の先生もいれば、黒人の今のね黒人の先生もいると、本当にもうごっちゃ混ぜのとこだと。で片方はもうすっごい豪邸に住んでる、もう名前からしてリサみたいなねだから片方もなんかスペイン人のカオディみたいなね、もう本当にね家族なんか12人で 2LDK に住んでるみたいなね、もう人たちがいるわけなんですよね。本当にアメリカってはっきりしてるんですよ、貧困層が住む地域と高級な人たちが住む地域とね、この両方に友達がねできるわけじゃないですか、その私はね。でまあ、人間っておもろいよね、なんかどっちに居心地がいいかっていうとね、このなんか10人兄弟の雑魚寝の家とかの方が居心地が良かったするわけです、私はね。でなんかまだそこさ、12人いてもさ、11人いてても13人いててもあんまり変わらへんからさ、泊まりにおいで泊まりにおいでとかって言うんですよね。で私はなんか週末その友達の家に過ごすというね、もう自分の親のとこ嫌やしね。でまたうち弟2人がまためっちゃ勉強できたんですよ。分かるでしょ、もうね、弟は勉強できるわ、お姉ちゃんはできひんわっていつも言われてきた私は、このアメリカというところ で、ね、アメリカの何が良かったかっていうのは、先生が褒めるんです。もうね、もう前服一つ取ってもね、あっ、キュート、ワンダフルとか言ってね、どこがやねん。もらってきてるようなね、もう日本人のね、母親の姉ちゃんとこの家庭からね、それでも褒めてくれるしね。で、絵とか書いても、あー、ナイスとか言ってる。でね、面白いのがね、これか、日本の小学校とアメリカの小学校って、本当にね、差別はないけど、区別はされる。ね、人間って面白いなと思うの、区別されると、そこに乗り越えようとする力ってやっぱり子供あるんですよね。でだからいじめじゃないんです。何か例えばどういうことかっていうと、バレンタインデーね、みんなね袋を作るんです、ね、で何かって言ったら、じゃあ皆さんね、好きな子のところにお菓子を入れましょう。わかります？そうするとね、そうするとね、めっちゃモテる男の子はね、あの袋いっぱいになるんですよね。ね、モテへん子のとこお菓子ないんです。でも人間でそこでめげてないです。モテない男の子は、俺少ないからくれとか言うんですね。でモテる男の子は行くの、お前そんなにいらんやろ、俺のとこ入れてくれみたいなね。なんか、まあ、すごい関西の吉本の芸人風のみなんですよ、これもね。ゆくゆくね、そこにつながっていくんですけれども、とか例えば日本だったら文化祭っていうのはみんなで練習して出るもんだったじゃないですか。でもアメリカの、いかがでしたか。今回のセミナーは少人数制のため即満席となりました。セミナーの一部でしたが、大谷百合子先生の笑顔が印象的でしたね。セミナーの中で、人生が変わる時ってどんな時でしょう。大谷百合子先生はおっしゃいました。
自分が変わらなければ周りが、環境が変わらない。だから興味を持って自分から動くのです、行動するのです、と。自分が動く、行動する、胸に響きました。大切なことですね。大谷百合子先生の詳細は概要欄に貼っておきますね。それでは本日は以上となります。ここ土屋グループ銀座ショールームでは毎日のようにいろいろなイベントが開催されています。銀座ショールームで検索してくださいね。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また別チャンネルですが、倉田亜美でございますでは私のプライベート動画を配信しております。よろしければ概要欄からチェックしてご覧いただけると嬉しいです。それではチャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。